じゃん、エガちゃんです。またうちだよ。今日は、エガチャンネル配信100回超えちゃってまして、ご褒美企画です。江頭さんが今一番好きな女性って誰でしたか？セクシー女優の佐山愛。なんと、100回超えた記念のご褒美として、佐山さんが出演してくれることになりました。うわー、すげー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 。今日はなんとリモート婚約です。リモート婚約、パソコンの画面同士で婚約するという。おお、すげえじゃん。ドーンドーンドーン。さやまあいさんが画面の向こうでお風呂に入ってくれていると。おお、いいね。男性視聴者諸君、俺がお前らの夢叶わせるぜ。江頭さん、はい、お風呂入りましたけども。入ったよ。ついに、このパソコンを開けていただくと向こうに佐山さんがいらっしゃいます。マジで、いただいてみますか。いい、はい。うわー、すごい。佐山愛ちゃん、ちゃんと見えてますか？いやー、すげー。ちょっと待って。うわー、見える。アイちゃんのこと、はい、なんて呼んだらいい？あ、私のことですか？あんまり距離がない方がいいのかなと思って、その婚約できるぐらいの仲の感じがいいなって思うんですけど、そしたらなんか呼び捨てとかにします？アイ。おお。じゃあ愛ちゃん、あ、愛も、はい、ひでハルって呼んで。ひでハル。うわあ。ちょっとごめん、やばい。あ、嬉しい。でも本当、ひでハルが私のことをこう一番好きな女優さんだって言ってくれてたのを、その以前から聞いていたので。今日すっごい嬉しいです。おー、実は、佐山さんから、プレゼントが届いてます。プレゼント、はい。何かなこれ。これ何？これですね、私が結構お気に入りで使ってるバスオイルなんですけど。バス何？バスオイルです。オイルお湯に入れていただくと、ハーブのね、こうちょっとこうすっきりしたリラックス効果のある香りに包まれるので、せっかくだから今お揃いの香りに包まれたら、より一層一緒に入ってる感じがするよ。同じ香り。同じ香り。すごい、新緑の匂い。すごい。すごい、これ冷え性とかにもめちゃくちゃよくって、体の芯から温まるし、この香りですごいリラックス効果もある、おすすめのバスオイルなので。俺、裸で仕事することが多いから。はい、すごい嬉しい。あー、私も裸でお仕事すること多いな。お互いに。そうだね。俺のこと知ってた？私実は11年ぐらいもう経っちゃうと思うんですけど、もっと経つかな、実は会ったことあるんですよ。え、どこで？ブスマ。え、ブスマで出させていただいた時に、多分2本撮りで、で1本目が私出させていただいた回で、その次の2本目の収録が江頭さん、秀春出てて。おー、一言物申すだったんだ。
そうです。それで私ちょっとせっかくだから見学させてくださいって言ってスタジオの隅っこにいてご挨拶はさせてもらったことあるんですよ。マジか、ちくしょう、電話番号その時に聞けばよかったどうだった印象。もうめちゃくちゃ優しくってめちゃくちゃ面白くって、もともと私すごいもうずっとテレビで見てたから大好きなんですけど、もうより一層大好きになりました。おおちょっとごめん、来たから危ない状態ですどうしたのどうしたの、危ない状態でどうしたのうわぁ、こういう遊びもやってくれるからいいよ。アイちゃん、はい、もうここまで来たから言っちゃうけど、ほう、彼氏はいるの彼氏ですか。そう、実はですね、私最近、ほんとめちゃくちゃ最近好きな人とお別れしたんですよ。おっていうことは、今は一人そうです、フリーです。うわー、いつぐらい別れたの。いや、これがですね、めちゃくちゃ本当に最近なんですけど、本当、10日経ってないです。今日はちょっと違うぞ、いつもと展開がじゃあ、私もヒデハルに質問していい。あ、いいよ。私もどんなところが好きでいてくれてるのかなってすっごい気になります。やっぱりね、はい、ビデオ見てると素が出ちゃうよねやっぱりいい人だよ。いい人ですか。で、根っからのね、ちょっとセクシーさも持ってる、生まれ持った。ああ、上品、もうこれは隠しても隠せないもう生まれ持っての愛ちゃん、愛の好き。じゃあ東谷さん、はい、お楽しみのところあれですけども、うん、ここでリモート王様ゲーム、リモート王様ゲームちょっと前に以前にもやりましたが、トランプで、3枚持っていただいて、こちらですね、相手のカードを1枚選んでキングを引いたら命令ができる。わ、うん、かった。最初はグーじゃんけんポン最初はグーじゃんけんポン。え、すごい。おお最初はグーじゃんけんポンああ俺たち気合うね。気合っちゃう、相性がいいな。じゃんけんポン。じゃあ、ね、真ん中。真ん中ですか。うん、じゃあこの真ん中でいきまーす。じゃじゃん。あー、ちっちゃい、悔しいなー。すいませんでした。聞きたいこといっぱいあるのにな。あ、で私が選んだらいいんですよね。はい。じゃあ。一番こっち。こっち。あ、そうです。あ、そのままですね。じゃーん。あれ。残念。真ん中。また真ん中。じゃじゃーん。わあ。くそ。真ん中。じゃーん。全然立ち渡らない。じゃあ私は。ヒデハルから見て左。こっち。イエス。あーあー！こんな人視聴者見たかんのかよ。すっごい答えにくい質問をしていいですか。はい。いなそうだなって思うんですけど、実は共演 NG の芸人さんとかっていたりするんですか。エスパーとだって同じ格好だもん
びっくりくる。じゃあ次俺ね。はい、リレハルに当ててほしいから分かりやすく。これでも心理戦。あの出てるやつ、出てるやつめっちゃ素直。よっしゃー。優しい優しい。なんでも。じゃあ、口説かれたことのある芸能人は？口説かれたことのある芸能人。どうしようかな。どうしよう。誰言えるかな。結構いるなこれ。, 笑ってるもん。おお旬なのが来たな。おお、エガチャンネル終わっちゃうよ。終わっちゃう。こんなの放送できないよ。大人の関係は？大人の関係はないです。でもなんかこう、ああほっとした。ちょっと酔ったりすると、いやお前はな、そうお前は口説けない女だって分かってんだよとかって言いながらもすごい口説いてくる。うわーすごい生々しい。お笑いは？お笑い芸人さんですか？芸人さんで言うと口説かれたっていう言い方はちょっとあれですか？いやもうそれ口説かれたでいい。うわあの野郎。もう頭に来た。今日チンコ見せちゃう。ちょっとなんかちょっかい出そうとしてるなっていう。悪さすると俺が見張ってるぞ。じゃあもう一周しよう。もう一周 OK です。ヒントじゃあヒデハルから見て右。右。うわあ当たった。江頭さんの芸を教えていただきたいなと、ちょっと伝授していただきたいなと思っていまして。ああ分かった。じゃあガッペムカつくでいい？はい、ぜひ。まず手をここに置くのね。あ、はい、置く。で脇毛を、はい、ガッペムカつくって投げるの。そう、素晴らしい。もう一回言ってみよう。ガッペンムカつく。ガッペンムカつく。おお。もう一回引いていいよ。あ、私がヒデハルから見て左。なんでわかるの？もうね、多分ヒデハルともう一心伝心だから。ああ、そっか。そうか。じゃあライバルだと思う芸人さんでいますか？もうガチガチなやつ。あのね、天達。えっ？なんで？あいつ多分俺と同じ給料ぐらいなんだよ。天達は嫉妬するわ。フジテレビ消すもん。じゃあ俺が選ぶ番ね。はい、じゃあヒントじゃあ左こっち、じゃじゃん。うわあ。面白い。じゃあね、愛の最高月収は？最高月収は、いやでもちょっとリアルすぎるもんな。ここまでいかない。すげー。ぐらいはあった時ありますね。けど私の場合あんまりその稼げない方の人なので。なんで？なんか数こなせないんで。ああ分かった。1本しか撮影できないんで結構これ少ない方なんですよね。ありがとう。もう一回いきますよ。じゃあヒデハルから見て左。ああ、なんで分かったの？あ、じゃあせっかくこの混浴でちょっとこうイチャイチャな雰囲気を出したいので、
画面でエアキスしてください。あ、いいよ。じゃあ私も近づく、私も近づく。うわうわうわ、ちょっと待って。うわすごい、完全にエアキスだ。エアキス、もう下の方がやばいって。